国防省は、イスラエル国の政府機関であり、内的及び外的な軍事的脅威から現代、イスラエル国家を守るために責任を有する機関である。政治的なトップは、国防省であり、艦長は、テルアビブにある、ハキリアに位置している。国防省は、イスラエル国防軍、イスラエルミリタリーインダストリーズ、イスラエルエアロスペースインダストリーズを含め、 イスラエル治安部隊のほとんどを監督している。国防省は、イギリス軍がパレスチナを退却し、イギリス委任統治領パレスチナが終わりを告げた際に、イスラエル国家が形成されると同時に創立された。イギリスの統治中に勃興した、ハガナーなどの民兵組織は終わりを遂げ、正式に作られたユダヤ人国家の国軍へと取って代わられた。初代国防省は、 イスラエル独立宣言が発せられた同日の1948年5月14日より臨時で務めた初代首相のダビド・ベングリオンである。ヘブライ語による故障としては国防省、国防省の国防には安全保障や治安を意味するビタホーンが一方で国防軍の国防には防衛を意味するハガナーが用いられている。イスラエル国防省は国防省のトップである。 ポストはイスラエルの内閣において2番目に重要な位置であると考えられ、通常は副国防省を置いている。また、国防省は安全保障内閣の常任メンバーでもある。現在の国防省は独立のリーダーのエフード・バラックである。国防省は非常に重要な職のため、現役の首相はその職務に加えて頻繁に兼任していることがある。 過去の国防省で16人中7人が現役の首相であった。なお、モーシェダヤン、イツハク、ラビン、エフード・バラック及びシャウル・モファズの4人はイスラエル国防軍の元参謀総長であった。国防省はそのポストにおける職務の中で行政公近を要求することができる。なぜなら集中的な作業や軍事的組織階層に対する 政治的組織階層の間において起こる緊張により、頻繁に不一致及び見解の相与、国防省と参謀総長との間でもたらされるからである。一首相と兼任にその時点で、クネセト議員ではない三人名治、バラックはクネセト議員ではなかったが、後に選出された国防省の建物。ありがとうございます。